残り4曲なんですけど、オリジナルだけを最後歌って今日は終わりにしようと思います。なんかいきなり冷えたせいか分からへんんだけど、めっちゃ腰が痛くて、なんかおじいちゃんみたいになってんねんけど、まあでもオリジナル最後楽しんでというか、みんなに全員に伝えるつもりで歌うので、もしよかったら最後聴いてって書いてください。4月のラブソングという曲です。 Apple とか Spotify とかその辺に全部出てるんで、もしよかったら聴いてください。いやー、ラブソングが多いんですよ僕、オリジナル曲が。次歌う曲なんですけど、
次はあの4月のラブソング今歌わせてもらった曲があるんですけど、それのアンサーソングを書きまして、さっきの4月のラブソングが男性目線か、男性目線で結構なんか自己中みたいな感じの、ちょっと女の子の気持ちを考えられない人の思いみたいなのを書いたんですけど、次の曲がそれのアンサーソングで、その逆側に立った女性目線で書いてみた曲です。もし今大事な人、愛する人が隣にいるなら、それは当たり前と思わずに全力で愛して全力で幸せにしてあげてください。男女関係なく、そんな感じで、そういう思いで聴いてもらえたら嬉しいです。ちょっと不安なんだ、ずっと悩んでるんだ。出会った頃とは180度変わってしまった関係に、なんとも言えない気持ちの波が押し寄せる。少し減った今からいくらの回数、これからも減る待ったらの回数。君は我慢強いって言うけど無理しているだけなんだ。分かってるんだ。でも変われない今が嫌で、苦しくて逃げたくて、一緒にいたいのは君で、ずっと抱き合ってたいのも君で、口が緩んでしまうの。手に触れるだけで体温が上がる。君は慣れてるからそんなことないのかな。分かってたんだ。でも変わりたくない今のままでいいから、このままでいいから、こんなに自分出せるのも君で、喜怒哀楽すべて出せるのも君だけで、そんな君を好きになってしまった私だから、してしまうのも君で、それがちょびっと不安なのは私だけで、どうか嫌いにならないでね。ずっと我慢もできるから、気持ち
のも君で、おばあちゃんで白髪が増えても髪を撫でて欲しくて、ずっと一緒にどんな壁も乗り越えていこう。一生一緒にいたいのも君で、ありがとうございます。あやとりという曲です。こちらも配信してるので、もしよかったら聴いてください。やっぱでもオリジナルはなんか自分が思ってることとか自分が言いたいことをそのまままっすぐに伝えられるからやっぱりいいなって思います。次歌いたい曲は、今もしみんなにやりたいこと、夢、目標みたいなのがあって、それをちょっと妥協しかけてて、このままでいいのかなって思ってる自分に聞いてほしくて、やっぱり夢を追うことってめちゃくちゃ大変やし、くじけそうにもなるし、もういいや、もう無理やって思っちゃうこともあると思うねんけど、無理にその夢を絶対叶えてくださいとかそういうのは責任持って言われへんねんけど、一回持った夢、一回叶えようと思った夢は叶えようって一緒に問いかけたいってのもあるし、俺がこの曲でみんなのことを支えたいなと思って、それと同時に今の俺に終止符を打ちたいなと思って書いた曲です。みんなにも何か伝えようと思って歌うので、もしよかったら聴いてください。深夜に叱らうしか僕にとっての人生計画の時間です。その時間になるといろんなことがそう浮かぶのです。負の感情も正の感情も思い通り操れたらなって思います。そんな言葉かこんな言葉か考えてしまうのです。酒飲んで死ぬほどよって思考回路を放棄して、また都合のいい方に逃げて逃げて逃げては正当化するので、嘘ったれで甘えてる人生に一つの終止符を自分でとどめさせないから、誰かを笑わしてよ。でもやりたいこと山積みでやらなくちゃいかんよね。少しずつゆっくりとのんびりと話していくとしますか。朝方5時から6時が僕にとって身にとらわれた時間です。その時間になるとほんの少しだけ焦るのです。アラームが鳴って明るくなって少し眠気に襲われて、満月感に浸って浸りたくては眠りにつくのです。嘘ったれで甘えてる人生に一つの終止符を自分でとどめさせなきゃ、このままの自分だとお前ならできる、必ずできると根拠のない自信を自
分にぶつけては苦しくなるのです、悲しくなるのです。ありがとうございます。人生計画という曲でした。じゃあ最後一曲、歌おうかな。最後の曲は僕が、事故で亡くした親友に向けて作った曲です。いつやったかな、2、3年前に事故でいきなりほんまに兄弟みたいな友達やって、ずっと一緒に何でもしてたし、高校の時からの友達で毎日一緒にいたし、毎日遊んだし、そんな兄弟みたいな友達がいきなり自分の目の前から消えて喋れなくなって、会いに行った時にはもう冷たくなってて、全然その現実みたいなのが俺は受け入れられなくて、1年ぐらいかな、ずっとなんか音楽どころじゃなかったというか、でもなんかその友達がずっと俺の音楽をめちゃくちゃ一番に応援してくれてて、一番に絶対一番取りようぐらいの応援やって、なんか申し訳ないなと思って、そんな友達に書いた曲です。ほんまにいついなくなるか分からへんし、いつ目の前から消えるかも分からへんから、みんなも友達とか家族とか大事な人を本当に大事にしてください。最後の曲です。これが君と僕の好きなものという曲です。君の柔軟剤の匂いが好きだった、君の話し方の癖が好きだった、元気にやってるかい？
緒に食べよう。好物は僕も好きだった。僕の大好物は君が嫌いだった。ありがとうございます。君と僕の好きなものという曲です。今月の27日にリリースするので、もしよかったら聞いてください。今日は約1時間かな、路上ライブありがとうございました。もしよかったら今日の歌声がみんなの何かを揺さぶったと思って投げ銭をいただけるのであれば、それで生活しているので、もしよかったら投げ銭もらえると嬉しいです。今日は本当にありがとうございました。